ちは。4月19日週刊仮想通貨ニュースです。はい、はい、今回はですね、今週はですね、うん、もうすごいなんか、はい、いい感じでしたね。ああ、いい感じでしたね。ドーンっていきましたね。ドーンいきましたね、うん、というわけで、はい、いろんな話をちょっとしていきましょう。はいはい、やっと明るくなったというか、まあ、ちょっとまだわからないんですけれども、うん、僕はちょっと春が来たと見てます。なるほどなるほど、うん、ということで、まあ、いつもと同じようにですね、うん、まあ、底根県でトレンド変化となったのかどうかというところをちょっと見ていきたいんですけれども、はいはいはい、いつもと同じように、うん、まあ、油断せずにですね、うん、ダウ・ジョーンズ先生から言っておきましょう。なるほどなるほど、ということですね、うん、でダウ・ジョーンズ先生はですね、もう直近のこの下値の、うん、上にですね、抑えられてたトレンドラインを上に抜けてきました、はい、まあ、これもどちらかというとかなりポジティブですよね。ポジティブですね、うん、ここで弾き返されて三角持ち合いみたいな、あ、こういうね、なんかフラッグみたいな形を形成していくんかなと思いきやですね、うん、はい、ここを一度抜けてきたと。なるほど、まあ、このぐらいちょびっとぐらい抜けただけではまだ判断つきにくいんですけれども、うん、まあ、あのネガティブというよりはどちらかというとポジティブな抜け方だったということですね。そうですね、はい、うん、で、SP500 の方ですね、うん、500の方ですけれども、こちらはまだ、トレンドライン抜けてません。はい、挑戦してる感じですね。挑戦してる感じですね、うん、ここからどう動こうかなという感じで、はい、まあ、ジョーンズ先生抜けてきたんで、うん、そこに追随していくかもしれないというような形になっております。はい、はい、で225の方はですね、うん、軽やかに抜けてきましたね。おうおう、これ神尾さんの予想通りというか、うん、はい、225の方は、うん、まあ、買いの圧力強いよというようなことを言っておられましたが、はいはいはい、その通りになってきている感じがします。そ, そんなんやったっけ。そんなん春になったらキャラ変わっていこうかなと。そんなんやり始めて初めてや、今日。これから決めにしていく。ね、はい、抜けてきました。そして今、うん、8時間足ですけれども、はい、雲の中入っていったっていうような感じがしますね。多いですね、はい、でこの、100本のですね、うん、まあ、移動平均線です。8時間でそこに頭を押さえられてピシッと下がってきてるというような感じですね。なるほど、はい、うん、でこちらもですね、あのポジティブ、価格的にはポジティブですね、うん、もう、まあ、上げ上げだったので、はい、まあ、いつでもこの2012年とかからもうずっと上げてきているので、うん、はい、まあ、暴落には注意しながらですね、うん、まあ、ポジティブ、はい、ポジティブというような相場状況になってます。だから株の世界でもすごくなんかええ感じだったんちゃいますかね。ええ、うん、感じやった。ええ感じでしたね。春やなーっていう1週間やったんちゃいますかね。はいはいはい、うん、で BTC はと言いますと、うん、こちら日足ですね。はいはい、16日17日でこの陰線2本つけました、うんうん、こちらですね、うん、1、2つけたんですけれども、18日にはですね、はい、すぐに8000ドル台を回復しまして、うん、もうこの12日の急騰ですね、はい、ここの価格を、まあ、維持しているというような状態になってます、うん、はい、で仮想通貨業界はですね、もう、うん、今日も本当にご機嫌でですね、ご機嫌、はい、ご機嫌ですよ。はい、こちらコイン360ですけれども、はい、いい感じに緑と赤の混ざり具合がいい感じっていう感じですね、うん、はいはい、で主要通貨はほぼほぼ上がっていると、うん、BCH なんかに関しては 13% も今日上げちゃってると、上げてました ね、うん、というような状態になってます、はい、まあ、だからみんな嬉しい人が多いんじゃないかな。うん、うん、感想がだんだんあの普通になってくる。すごいなとか嬉しいなとか簡単にお伝えしようとするがあまりね、はいはいはい、週刊仮想通貨ニュースってそれじゃなくても難しいと言われてるんですよ。確かにちょっと専門用語多いですからね。そうですね、はいはい、あ、難しかったなと思って反省して、うん、あの簡単に行こうと思った結果こうなっていきました、ね、いいんですけど、よかったとか早くなるとかねですよね、うん、簡単にするとこ多分ちょっとお間違いだと思います。ちょっと間違ってる。表現はちゃんとしてほしかった。そうですね、はい、トータルマーケットキャピタリゼーションですけれども、はい、はい、こちらですね、時価総額ですね、時価総額です、はい、仮想通貨全体の時価総額ですね、はい、1月の7日ぐらいに、うん、88兆円ぐらいつけまして、そこからずっと下がり上司でね、うん、一時はこうやって回復基調になったもののですね、はい、最近のこの緩やかな
下げ局面でですね、はい、大体27兆円ぐらいか、うんうん、になったと。そこからですね、比べると37兆円に現在上がってきているという状態ですね、はいはい、でちょっと飛ばしますけれども、うん、ビットコインのドミナンスは支配力ですね、うん、仮想通貨全体の中でどんだけビットコインが占めてるかとか、はい、そういう意味なんですけれども、うん、低下中です。ビットコインドミナンス低下中です。 40% まで下げてきました、はい、一時期は 45% あったんですね、はい、それが下げてきてて他のコインに流れていってるというような状態ですね。はいはいはい、うん、で他のアザーズっていうところなんですけれども、このアザーズっていうところが増えていってるというような状態です、うんうん、草コインとか上位10通貨以下の通貨にどんどん流れていってるというような状態ですね、はい、はいはい、うん、でですねちょっと振り返りしときますけれども、うん、先週はですね、この、ま、三角がありまして、はい、先々週だ。でこれどうなるかなと、うんうん、ま、上か下に行くよと、当たり前ですけどね、上に行った場合は、はい、上に行った場合は8000行くよと、うん、下に行った場合は5000ぐらい行くやろというような感じで言ってたんですけれども、はいはい、それが、跳ねました、うん、跳ねましたところでこうちょっと横に進んだところで13日なんでここだったんですね、はいはいはい、でそこからですね僕はこの3時間足の雲に乗っかって、うん、この 61.8% フィボナッチリトレースメントでいう 61.8% のここの緑と青の境目ですね、はい、ここら辺を動くんじゃないかというふうに言ってたんですけれども、うん、まあその通りになってますね今のところ。的中的中恥ずかしいだろYouTube は恥ずかしがってた、恥ずかしがってた的中恥ずかしくないですね、はい、ということで、うん、でこの上げがですね、はい、実はこの、まあ、ブルトラップっていうのかな、うんうん、この上げの、まあ、嘘でですね、はい、落ちてくるんじゃないかとということも、可能性に入れて、うん、頭に入れて、トレードしましょうねと、はいはいはい、いうようなことを言ってたんですけれども、とりあえずここでずっと持ち合ってますね、うんうん、で今僕がどういうふうに考えているかというとですね、はい、っていうところをちょっと後半でやっていきたいと思うんですけれども、うん、はいはいはい、はい、今何分、まだ10分やねいいペース配分ですよ。いいペース配分ですか。ですね、先にですね、うん、BCH、イーサー、あとリップル、ゼムあたりを見ていきたいと思います。あ、なんか久しぶりな気がするね。やっぱりまあみんななんか活況に湧いてると面白いチャートになってきてるんですよね。あ、なるほどね、うん、はいはいはい、まずイーサですね、うん、あ今いいな、僕なんか今いいなと思っちゃうな、うん、まあ、うん、結構シンプルにやってますけれども、これ何時間足、これ2時間足ですね、2時間足ではだいたいねゴールデンクロスになってます、うんうん、まあ、最近のこのね爆上げがあったんで、はい、ほとんどのチャートでこの200本の移動平均線を他の移動平均線が次々にゴールデンクロスしていくというような状態になってますね、うん、日足ではまだですよ、はいはいはい、もちろん日足では、まあ、こんな状態ね、うん、はるか上に200日の移動平均線があると、あ、はい、はるか上っつってもこれですけどね、うんうん、あるというような状態ですね、うん、でですね、まあ、2時間足でも日足でもいいですけれども、はい、どちらかというとイーサーはですね、うん、あの価格の反応が鈍かった方です。はいはいはい、うん、でざっと見ていきますけれども、これ BCH ですね、はい、思いっきりも吹いてますね、うん、ここからですねここで持ち合って、まあ、ちっちゃくですね、あれイーサーもういいの、あ戻ります戻ります、はいはい、戻りますけれども先に BCH 見ときましょうということで、うん、こういう感じですね、ここからドコッといってるわけですね、はい、段階に分けてですけれども、うんうん、でイーサーはまだそのドコンがない状態、はい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 、というような風に考えてますね、うん、で XRP もですね、まあ、ここでドンと上げてですね、ここからもう一回拭いたというような、うんうん、もう一回ここでドッと拭いてるというようなイメージですね、はいはいはい、うん、でゼムに関しては、うん、こちらも一度こう緩くカーブを描いてからですね、うん、一回落ちてからドンというような、はいはい、上げになってます、うん、ゼムに関してはですね、この4月の、ね、1日から比べるとですね、現在 100% アップ、倍、ね、つまり倍ってことですね、すごいですね、20円だったのが今40円近くなってるというような状態です、う
七藤さんもちょうどその頃おすすめしてましたもんね。おすすめしてましたね。今でもね、うん、おすすめです、うん、僕は発揮種ってまだまだこんなもんじゃないから。あれやなあ、何やったっけ。敵中。あ、敵中。急に今日入ってきたらその文化覚えられへんわ。多分もう今日で終わると思う。でですね、はい、ゼムに関しては、うん、まだまだチャートの形とかいろんな情報を考えてみてもですね、はい、いくと思ってます。お、はいはい、うんうん、まあ、一時期はこんだけいったんでね、うんうん、まあ、これはちょっと1月のおかしな時期でしたけど、おかしな時期、はい、バブ、今考えたらだいぶバブルの時期でしたけれども、うんうん、はい、ここからまあ健全なチャートを作っていくんじゃないかなというふうには思ってます。なるほど。でここのですね、直近の高値、3月14日の高値に50円ぐらいのところにはもう簡単にいくんじゃないかなというふうに思ってるところがありますね、うん、まあ、これ楽観です、ものすごい楽観ですけれども、はいはいはい、うん、というふうに行ってから下がってのもう一回上を狙っていくような形になっていくんじゃないかなと思ってます。で、他の通貨もですね、うん、軒並み上がってます。先ほどのコインマーケットキャップもうオールグリーンとは言いませんけれども、うん、ほとんど7日間で言うとですね、ぶわー上がってるんですよね。はあ。で、もちろんイーサリアムも上がってました、うん、翻訳するのやめてくれへんかな。まあイーサも上がってましたね、うん、でも最近で言うとですね、うん、あんまりその吹いてる感じはないんですよ。はいはいはい。だからモネロとかネム、あとネムもステラもカルナロもですね、うん、もう大体吹いたんですけれども、はい、イーサはアルトコインの中でも遅かったんじゃないかなというふうに思ってますね、うんうんうん、ね、これが大体この4月の1日ぐらいかな、4月の1日、まあ、ここら辺で揃えまして、はい、ここら辺がまあ底値圏やったと思うんですけれども、うん、今から考えたらね、はいはいはい、まあ、トレンド変換やとしたらですけれどもね、うん、でそっからの騰落率みたいなものを表してる、ほう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 、この上位図通貨の折れ線グラフですね、うんうん、でこれがオレンジ色が BTC です、はい、ここら辺のね、うん、で、緑色、はい、あまり芳しくないのが LTC ですね、ライトコイン、ライトコイン、まあ、同じぐらいですね、うんうん、イーサ、はい、イーサは悪くないけど、うん、全然この EOS とかですね、はい、IOTA、あと、うん、ネオ、うん、まあ、XRP もそうですしというとこと比べると全然吹いてないわけですね、うん、はい、まあ、勢い弱いというか、そうです。でこういう時はですね、うん、やっぱりアルトの主軸になってくるのがイーサですから、はいはいはい、イーサが吹いてこないとやっぱり本当にアルトに戻っていったのかと、うん、仮想通貨が活況なのかというふうには言えないと思うんで、はいはい、イーサその遅れてはいるけどそのうち吹くと思ってるんですね。おお、なるほどね、うん、同じような動きになるんじゃないかと、うん、ここから他のアルトコインが軒並み下がっていくようなことがあれば、うん、また話は別ですけれども、はい、このままね、他のこれ BCH です、うん、でリップルです、うん、でニムいろいろありますけれども、はい、こういうのが上がっていくとすればですね、イーサリアムもスゴンと上がっていけるんじゃないかというふうに思ってますね、うん、これのお話をちょっとさせていただきますけれども、はい、一応 BCH に関してビットコインキャッシュに関してはですね、はい、まあ、この底値がですね、うん、直近の底値600ぐらいの底値がですね、この10月ぐらいに、うん、11月ぐらいに意識されてたところではあるということで、はい、まあ、反発するっていうことも考えられます。反発したっていうことも考えられるんですけれども、うんうん、まあ、ハードフォーク先週言ってましたけれども、あー、はいはいはい、ハードフォークも意識されたのかもしれないと。なるほど。これに常時でね、うん、まあ、バージョンアップのハードフォークなんで、どちらかというと何かが新しい通貨もらえたりするわけじゃないんですけれども、うん、はいはいはい、これに常時で何かがエアドロップされるかもしれへんね、ははみたいなこと言ってましたけれども、あれがほんまになるかもしれないですよね。それ狙いに来てる人も もしかしているかもしれないというふうに思ってますね。あとですね、エイダ、うん、エイダもちょっと見ておきましょう、はいはいはい、エイダも同じような形になってます、うん、でこれはですね17日のここら辺で、じゃあ16日だ、日本時間16日フオビですね、はいはいはい、うん、フオビ上場、うん、あと17日にはですね、うん、バイナンスで USDT 建ての取引ができるようになりました、はいはいはい、
なんでかなりそれが、まあ、ちっちゃい要因ですけれども良、うん、かったのかなと思いますね。なるほど、うん、今はこの移動平均線の200本、これ8時間足ですけれども、うん、そこに乗ってきてかなり強いチャートになってきたんじゃないかなというふうには勝手に考えてます。なるほど、はい、うんうん、出来高も多いですね。出来高も多いですね。過去最大級の売りの出来高があるんですけれども、うん、あまり価格には全然関係ないと。なるほど。どちらかというとここからショートカバー入っていくんじゃないのというようなふうにもちょっと見えますし、うん、なんとなくですけどね。で日足では今雲突入中ということで、雲の上抜けていけるのかどうかというところですね。はい、はい、でですね、イーサリアムに話戻しますけれども、はい、今、うん、よく海外の投資家の方が、うん、うん、注目されていると言われますよく、はい、うん、カップ&ハンドル、あ、はい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 、というものを今形成しているのではないかと、なるほどね、いうような仮定のもと僕は、うん、うん、投資したいなと、トレード、トレードエントリー、つまりロングでエントリーしてみたいなというふうに思ってますね、うんうん、カップ&ハンドルの説明一応しときますけれども、はい、うん、ここまででですね、うん、ここら辺です。そこの方にこのカップみたいな形になってるんですよね、はいはい、でここら辺でショートで入ってくるわけです。この下げはショートで入ってくる人いるからですよね、うん、ショートで入ってくる人いるからですよね、ということで、しかしショートがなんかこう落ち着いてきて、ここまで行ったら買われていくということで、はい、あれっていうことでここら辺になってくるとですね、うん、あ、上抜けてもうたっていうことで、はい、利確していくわけですね、ここら辺で入った人は。でここら辺で入った人は縦値で、うん、ショートカバーというか、はい、売りの損切りとか、あ、利確なんで買いになるんですね、はい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 、そこでバラ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 と上がっていくと、うん、でですね、このここの付け根、カップのこの付け根の部分になると、うん、どういうことが起こるかっていうと、はい、このカップ内でエントリーしたロング勢が、うん、こっちですね、こっち側、うんうん、こっち側が今度は利確するわけです。なるほど。一旦利確するわけですね、うんうん、でそれで売りになると、はい、売りになって、そこでですね、この付け根で、あ、うん、もしかしてカップ&ハンドル形成するんちゃうかっていうことで、新規のショートも入ってくるわけです、うんうんうん、で新規のショートもダーッと価格を下げていきますよね、はい、でカップ形成前、ここを以前にですね、エントリーしていたショート勢、はい、ここら辺もですね、うんうん、でここら辺もカップ内もそうですね、はい、ここもショート勢っていう人たちがいるんですけれども、ここら辺になってくると、うん、その付け根になるともう縦根で逃げようとするんですね、ここでたくさん持ち上がってますけれども、はい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 、ある程度のショートが溜まってると思うんですよ、うん、ここで逃げようとすると、うん、そのためこのカップのハンドルの方ですね、はい、持つところができていくんですね、うんうんうん、でちゃんと綺麗なカップにハンドルになってないですけれども、こういうのはあまりその綺麗なカップと綺麗なハンドルっていうのはなかなか珍しいんで、まあ、それはね教科書上の話ですか、ね、そうですね、うん、うん、まあ、こういう感じにももちろんなり得ます、うん、でこう1回入ってまた同じようなことが繰り返されて、2本指入れれるような形になってますよねおしゃれなやつや、おしゃれなやつ、ヨーロッパ風のやつ、高いやつまあハンドルとかだから、買いの、うん、ロングで入った人との利確とショートで入った人の利確が入って、売り買いがそれは逆、売りと買いの逆になるので相殺しちゃうって感じですね、うんうん、そうですね、はい、ここで持ち合いになるんですけれども、うん、つまりはですね、うん、このショートの、ショートカバーですね、はい、そういうものがだんだんなくなっていきますよね、うんうん、で、新規のショートっていうのもここで持ち合っているうちに諦めていったりしますよね、はい、ということでここら辺になってくると、うん、このもう一回付けになると、あ、カップイズハンドルやっていうことを考える人たちもたくさんいるので、はい、ちょっとした出来高、うん、ロングの出来高でズゴーンと上がると、はいはいはい、いうことが起こるんですね。それがカップイズハンドルなんですけれども、うん、この場合の値幅を期待できるのは、このカップの下からカップのこの付け根のところぐらいの値幅を期待できるわけです、はい、だいたいここら辺としまして 43%、 いや 43% じゃない、161ドルですね、うんうん、161ドルの値幅が期待できるわけです、はい、で どっからかというとですね、だいたいこの操作の、じゃあハンドルの方の下のとこ、うん、はい、いっちゃん下のとこから160ぐらいを、うん、
見れますということで、はい、その場合ですね、この160コンくらい、うんうん、というのが出てくるわけですね、はいはいはい、でもちろんね、他のフィボナッチとかなんとかかんとかいろんなものを考えなければいけないですけれども、うん、はい、この BTC で僕が書いてるようなこういうのはもちろん書きます。書いて、うん、どこで、持ち合ってて、どこで、どういう人たちがいるんだろうということは常に考えますけれども、うんうん、とりあえずね、カップウィズハンドルのパターンで言うとですね、はい、チャートパターンで言うと653ぐらいが見込めるんじゃないかということで、はい、今これをですね、今この仮想通貨業界の活況を考えると、うんうん、それもしかしてね、前回も言ったように大きな機関投資家がこのチャートを作っててドーンと下げてくるっていうことは常に考えて いなければいけないので、はい、この操作ハンドルの方のですね、うん、下には必ず ロスカットは入れときますけれども、はいはいはい、そしたらですね、今入ったと、うんうん、今ちょっと下げっぽくなってるんで、うん、今ちょっとね、もうちょっと様子見ますけれども、うん、ここの値幅、これがロスカットですよね。ロスカットで、ロスカットした時にロスになる、はいはいはい、損失になる値幅です、うん、47ドルになってます、うん、で47ドルで次にですね、さっき600ちょっとでしたけれども、はい、まあこのぐらい適当ですいません、このぐらいね、うん、で550ドルのリスクを取って120ドルを取りに行くというような考え方ですね、うん、なので今の相場状況から言うと僕は全然入っていいというところになると思います。久しぶりに、出てきたね、うん、まあアドバイス 2. 数倍でなかなかいい場所かな。そうです ね、まあ悪くはないという感じです、うん、めちゃめちゃいいって感じじゃないですけれども、まあ、できれば緩やかなね価格変動してくれればいいんですけれども、うん、ここから、まあ、ここのね、前回も言いましたけれども、今まで仮想通貨業界って本当にそこに入ってもいきなり反発、ギザギザの底の作り方やったんですけども、うん、ここだけがやっぱりこうふんにゃっとふんにゃっとしたと、最面が流行ったのがふんにゃっとしたということですね、うん、なんで、うん、今回はですね、もしかしてトレンド変換となり得るかもしれないというふうに考えています、はい、うん、というような感じですね、まあ、カップウィズハンドルは、うん、結構爆上げの形として、うん、特に海外のトレーダーは好きですからね。そうですね、うん、海外トレーダー好きっていうことは海外の機関投資家もやっぱり意識はしておられるでしょうから、あ、多いです、うん、で大体ね、日本人というかその海外の人じゃないですか、えチャート作るのって、あ、はいはいはい、はい、資金とかね、うん、そういうのって、だから、まあ、意識しとくべきサインだとはいうふうに思ってます、うん、ちなみにですね、このNIMが爆上げしましたけれども、はい、倍になった、うん、その要因がですね、はいはい、タムケン法と言われています。ほう、うん、肉の田村でNIM祭り、うん、はい、こちらのNIMの形をしたカルビ、ロース、ハラミの3種盛り、はい、これが発売されたということで、しかも、うん、4月20日からNIM決済もスタートということで、ほう、うん、なんか知らんけどタムケンさんの宣伝してしまいました、ね、うん、タムケンさんの説明から宣伝か、多分、まあ一応全国では普通に知られてはるんで全然大丈夫だと思いますけどですね、うんうん、ということでね、こうやって、うん、まあ、タムケンさんはちょっとビジネス寄りの芸能人ですけれどもこうやってね、芸能人の方にも、うん、もう当たり前にNIMっていうものが買われてきたと、うんうんうん、なんか吉本の芸人さんとかネム好きですね、案外ね、僕も勧めてますからねちょうどこのそこのとこで飲み会した時にネムいいでって言ったんですけど、おお、よかった、めっちゃいいじゃないですか、あの時買ったあの子たちは今めっちゃ儲かってんじゃいますか、ああなるほど ね、すぐに行動できた人は儲かってるでしょうね、うん、倍なってるわ、りょうさんすごいわ、神やわって言われてるんじゃないですか、やっぱり共通の知り合いの人の弟さんがさ、うん、昔数年前にビットコイン僕を勧めてすぐ買ったやんか、うん、あれで1000万儲けたらしいですよ、マジですか、だってあの時まだ数十万ぐらいだったんじゃないですか、はあはあはあ、あの時に僕がいいですよって言って次の日買って、うん、まあ、一時期下がりましたけど、うん、その後1月の時に売り抜けて1000万儲けたって言ってました、うん、すごい、うん、バッチリのタイミングです ね、全然キャッシュバック来ないですキャッシュバック求める流れよ、流れよ、はい、もちろん、得するより得積んでる
ね、なるほどね、そういう気持ちでいきましょう。いや僕はもうその得より金をくれあの家なき子のあれじゃない、家なき子分からへんかいやいやもうその年代がねあみんな分かる人たちか、分かる人たちはね、同情するなら金をくれ、金をくれ、同情はされへん全くされへんと、称賛するなら金をくれということでね、はいはい、まあ、そのおめでとうございます、よかったですね、うん、はい、うんうん、でも多分憲法はあれですよ、ネタですよね、ネタです、一応言っときますけど、一応言うとく本気にする人たまにいるんで、いやおらんやろいやいるいますよ、意外にタムケンさんそんな資金力あったらびっくりするわでもね、タムケンさんがこうやってツイッターとかで言うことで、うん、はい、ネームの価格ちょっとネーム買っとこうかっていう人もいるかもしれないですからね、うんうん、知名度はね上がりますからね、うん、そうですね、うんうん、というわけで、うん、今回仮想通貨界隈、うん、春祭り、春祭り、はい、ここからも続いてくれるのかどうか、おー、はい、うん、というところですね、うんうん、BTC も持ち合ったままね、うん、この微妙な、どうかなっていうような形なんで、うん、分かんないですね、はい、ビットコインに関しては資金流入は止まってるような感じがするので、うんうんうん、あとはイーサに流れてくれればみたいな、はいはいはい、はい、状態です、なるほど、うんうん、おしまい的中というわけでね、このカップ&、うん、カップイズハンドルも、うん、カップ&ハンドルでもいいですけど、カップイズハンドルの的中もまた見たいんでね、見たいですね、あの今後も価格楽しみですね、まあ、当たったらいいですね、うんうん、まあ、雪解けというかやっとトンネルを抜け光が見えてきた感じかな、ね、そこからなんか知らんけどトンネルいきなり崩れたりせんよねお願いしたいところですけれども、ね、はい、うん、まあ、もしかしたら来週にはもうちょっと当然抜けたと言えるかもしれないですからね、そうですね、はい、ちょっとそれにも期待しつつ、ここ正念場というところです、はい、正念場というかもう抜けてる、ほぼ、はい、ほぼ抜けたと思います、はい、うん、でもまあね、冒頭でナフシさん申し上げましたけど、こういう時は一番油断したらダメですから、ね、そうですね、これがそこだけ、これが全部あの大手の罠という可能性は全然ありますから、ね、そうですね、そこだけちょっと油断せずに気をつけてもらって、うん、気持ちはねウキウキでもいいんですけど、うん、常にちょっと冷静な自分を置いておくと投資が一番いいかなと、そうですね、はい、はい、ではね、また来週もこんな明るいニュースを届けできるようにしたいと思いますので、はい、ぜひチャンネル登録のお願いいたします、メルマガ欄になってもらってますのでぜひご登録ください、はい、いいねボタンもよろしくお願いします、よろしくお願いします、動画説明欄ツイッターとかやってますのでぜひ一度見てみてください、それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。